ちょっとやるよ、ほら。はい、こんにちは、ヒューマンビーングサトルです。こいつがちょっとね、去勢手術して外出れなくなったので、あともう一個理由があって、外ちょっとね、もう秋になってきたんですけど、寒くなってきたので、ちょっと室内でやります。またちょっとポカポカした日には外でやりましょうか。ちょっと噛まないで、ちょっとほら、いや一緒にやろうかね。あ、そうそう、あの犬を山、僕山の奥で住んでるんですけど、犬を飼うと、あのどうせ寂しかったんでしょって言われるんですね。寂しいから犬飼ったわけじゃないんですけど、もう山に住んでて犬飼った時点で寂しいんだろうなって思われるのはもう諦めました。いや別に寂しいから飼ったわけじゃないです。あれやるよ、ほら、やろっかな。あのたまにヨガするときに邪魔しますけど、それを気にならない人だけこの動画でヨガやりましょう。まあ、すっかりなんか犬とヨガやるチャンネルみたいになってきたね。やるよ。じゃああぐらで座ります。あぐらで座って、あ、今日あのほとんど座ったままにしよっか。あぐらで座って、あぐら苦手な人はあの足重ねても、あの足重ねない方がいいけど、足重ねてもいいからね。手は楽なとこ置いて、もう邪魔してる。呼吸鼻から吸って、鼻から吐きます。目は薄めくらいがいいですね。ちょっとうるさい、ちょっと。呼吸の音よく聞きます。犬がうるさかったらごめんね。しばらく呼吸の音聞いててください。深呼吸の音ですね。いつもよりよく吸って、いつもよりよく吐きます。実はこれヨガのポーズです。ヨガのポーズで深呼吸をします。あばらを、胸あたりを呼吸で動かす、まあ、そういう練習だと思ってください。呼吸で胸を動かします。喉をこすれる呼吸音を聞きます。特に普段慌ただしい都会に住んでる人は、この動画見た時はこう山に来たと思ってください。そんな気分になってくれたら僕はすごく嬉しいです。静かですよ。一っ子一人いないですよ。足と足の裏合わせましょうか。こうやって、で、最初ちょっと足の裏閉じて、指絡めて手で離れないようにして、背筋ちょっと伸ばしといて、パタパタ羽ばたかせながら、股関節の、痛いほどやらないでくださいね、股関節を感じながら呼吸続けましょうか。こっちがメインじゃないです、呼吸がメインね。動きは止めて、次吸い切った人、自分のペースで吐くタイミングで、ちょっとこう僕だけ斜め向いたけど、前屈加えます。で、背骨最後伸ばしといて、限界来たら背骨曲げてみたいな感じがいいかなと思います。股関節に背骨の曲げを加えたよと。おへそ見たら首の後ろのこう皮が伸びるみたいな感じ、それ筋肉だけどね。首っこりの人はすごくいいです。でもこれすると腰痛い人はちょっと前向いておいて、腰痛いのに我慢してまでやる必要なんかヨガには一個もないです。苦痛だったらやる必要がないです。深呼吸して、股関節と背骨のこうカーブを感じて、そしたら背中が緩んできます。
どんだけの強度でやったらいいのかっていうのは、そうだな、深呼吸も心地いい程度にしてください。深呼吸の心地よさ失われてるんだったらちょっとやりすぎかな。ヨガはそういう曖昧なとこばっかりですけど、でも誰でもできるはずです。吐き切ったらゆっくり体を起こしていきましょうね。ちょっとどいて今度じゃあ足伸ばそっか。前向いてても横向いてもいいし、僕斜め向いたりするけど、じゃあ右足だけ前にして、僕鏡みたいに逆やるけど、左の足の裏ももつけて、骨盤と足できたら直角ぐらいで、足のつま先をぐっと直角に曲げたら、この時点でストレッチかかってたらもうここに折ったらいいです。ぐっと蹴った時点でもう痛くて手後ろつく人もいると思うけど、ちょっと蹴って、蹴ったことでここにストレッチ感じといて、で前に行った方が気持ちいい人は前に行ったらいいんだけど、痛い人はもうここに折ってください。倒すことも大事だけど、蹴ったことでここ伸ばしといて、ぐーって、でほんのりストレッチ感じたらいいです。長いの で蹴ったことでだん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 ここが膝裏もも裏が緩んでいくと、だんだん緩んでいくと良いねだんだん緩んでいくと良いです。すごいゆっくりでしょ。頭のこのここの距離を競ったりしてるわけじゃないからね、ここが緩んでいくのを感じれるでしょうかってことがすごい大事。これは柔らかい人も硬い人も同じ。ゆっくり体を起こして、もうそこ行ったら映らないから、足変えましょうか。僕だけ斜め向いてるけど、皆さん横でも前でもいいですからね。骨盤と足大体直角、まあ余裕があったら足首ちょっとグッと蹴り出す、しんどい人は伸ばしといて、で自分の吐く息でちょっと前倒れます。柔らかい人はね、おでこがもうここにペッターとつくけどね、でもかかともグッと蹴り出しておでこペッターってつく人ってだいぶ柔らかいですね。直角でもいいんです、後ろ倒れてでもいい。グッと蹴ったことでここがストレッチ感じてたらバッチリ。足首をグッと曲げる力でストレッチ感じてるのがすごい大事。どういうふうに大事かは、まあまあめっちゃ大事めっちゃ大事。体の背面ですね、膝裏もも裏は。背面ってね、緊張、心が緊張してると緊張を起こすって言われてます。逆もしかり、ここが緩んでいくと心がほっこりするって言われてるけど、本当でしょうか。本当かどうかは自分で試してみてください。体を起こしてきて、じゃあ今度ちょっと全く見えないじゃない、ちょっと両足でやろうか。ちょっと全く見えないじゃない、両足でやろうか。骨盤幅ぐらいにちょっと開いといて、両足グッと足首曲げて、で背骨伸ばして、これ柔らかい人も倒れないでください。だから柔らかい人は膝裏ストレッチそんな感じないで、直角になる。腰触って、これ難しいですよ、腰が丸い人できたらピンってまっすぐにするので、足蹴るの。ストレッチっていうか、まあ、体幹の筋トレというか、なんかしんどいわけじゃないんだけど、足蹴るわ、ストレッチほんのり感じるわ、背骨伸ばすわ。おへその下へこまして呼吸しようか。ダンダーサナ、杖のポーズ。これね、難しくないんだけど、何をやってるのかが非常に伝えるのが難しいんですね。スタジオとかでやって、何なんだろうこれって思ってる人多いでしょ。僕もヨガティーチャーになる前、何なんだろうこれって思ってた。足首曲げる、背骨伸ばす、お腹の下へこまして呼吸する。そうすると、
まあ、自分の力でなかなかコントロールできなかったお腹の奥の筋肉に血液が巡ってシャキッとするよと、目がシャキッと開くよと、で肩こりも楽になるよと。肩伸ばすだけじゃないの、例えば肩こりをね緩めようと思ったら、なんかこれが妙にしんどい人いるでしょ、足開いちゃう人とか。ニュートラルがいいですね。深呼吸しながら、妙にしんどい人、このお腹の奥の力が足りてないです。体の不具合も起こします、これでね。吐き切ったらほどこっか、ふーっと。どういて、ちょっと。で、今度、今日座ったままって言ってたね。じゃあ、膝立てて、骨盤幅の2倍ぐらい、肩幅の 1.5 倍ぐらい、こんくらい。マットを縦に使ってる人はマットの外側ぐらい、こんくらい開いて、手の甲をウエストにして、肘引っ掛けて、辛い人は片っぽずつでいいです。で、膝の力で、肘と肘を寄せていく感じ。まだ斜め向くけど僕は。ぎゅーって、ここら辺ね、腕裏、肩周り、肩甲骨裏。肩甲骨裏まで感じれたらバッチリ。二の腕の筋肉は肩甲骨につながってます。あと深呼吸。肩の力抜いて、足の力入れるって結構難しいでしょ。吐く息ごとに肘と肘の間が 0.1 ミリ近づきます。測っても物差しじゃ測れない程度緩んでいきます。深呼吸しながらやると筋肉って筋緊張ほどきやすいって言われてます。ポーズはきっかけぐらいで、深い呼吸を送ることで筋緊張をほどいてみてください。これが自分にしかできないです。片っぽずつやってる人は逆にしてください。片っぽずつやってた人はね、こう逆にする、こうやってグーって。これ簡単あかん、これちょっと。吐き切ったらゆっくりほどきます。ゆっくりゆっくり、これゆっくりね、超スローモーションでほどいて、さっきのあぐら安楽座戻って、二呼吸ぐらい。よし、じゃあ今度吸う息で右手が天井伸びてって、肩ごと吐くときにこっちにカーブ、ちょっと呼吸を置こうか。これ斜めよりも僕は C の字にしてほしいです。下の手でこう横に押すとこうなる感じ、横に押した力でこう、外側のカーブした方のあばらにちょっと映ってないから、ちょっとこっち行って、ここのあばらの間に深呼吸を送ってください。深呼吸するとあばらの間って広がります。あばらの間の筋肉をストレッチかけてます。これライター、これちょっと噛んだらかん、これちょっと噛んだらかん、ちょっとあかん。吸い切った人止めよっか。止めてあばらにもうちょっと吸う、もうちょっと吸う、止める。上の指先あと1ミリ遠く、下の手も横に、うっ、 C がうっと吐き出しながら前のめりで帰ってきて、逆行こうか。吸う息で今度左手が天井伸びてって、肩ごとね、吐く時にこっちに倒れてって、背骨がカーブ、下の手で押す C の字、上の手が遠く C の字、だらんといったらなんかこんな感じで、くっ、カーブしたあばらに呼吸を送ります。
呼吸であばら広げるの、これすっごい大事。なんならポーズより大事。どんな難しいヨガのポーズよりも大事。次吸い切ったら、あばらに吸い切ったら止めて、もっと吸う、もっと吸う、止める。さっきまでおとなしく寝てたのに、もう寝といてくれたらいいのに。吐き出しながら前のめり。これ呼吸のリズムで2回ずついこうか。吸う息、右手が天井、吐く時側屈。もううるさい、もう光ってるだけ。吸い切った人、吐く息前のめりで帰ってきて、逆いこうか。吸う息、左手が天井。これ自分の呼吸でやってみて。吸って吐いての繰り返し。体側で吸ったら吐く時で前のめりで、これもう一回ずつ言ってください。僕とずれてもいいです。自分の深呼吸に合ってたらいいです。だいたい人と微妙にずれるでしょ。人と合わせる時もあったり、自分の呼吸でやる時もあったり、それがヨガのいいとこですね。音楽のリズムじゃないんです。急のリズムで動きます。そんだけです。帰ってきた人は座って 1,2 呼吸置いといてください。わびさびですね。呼吸することが心地いいんです。わびさび。僕若い時はこんなの分かんなかったです。二十歳だったら分かんなかったです、この良さが。ふーっと。じゃあ今度右足を横に出してね、手前ついて、指でもいいから吸って、ちょっと背筋伸ばしといて、股関節の内股ストレッチですね。吐く時にちょっと前のめり、ね、どこでもいいですよ。ここでもいいし、あ、足首さっきみたいにちょっと蹴っといた方がいい。痛かったらもう諦めた方がいい。ここ蹴るのはね、蹴った方がよく効くからさ。でちょっと前行く。まあ、3分もやらないけど、3分でも平気なぐらいの強度が僕は好きですね。パワーでねじ込むんじゃないですよ。こうやってうーって緩んでいくのをこう見届けるんです、ここの筋肉にね。中山筋肉みたいですけど、おい、ここの筋肉、お前が心地よく緩める強度はどれくらいなんだいってこう聞いてください。こうやってね、そうだよって言ったらそこでキープしてください。自分がねじ込まないでね。お前が緩む呼吸はこんな呼吸かいって送ってください。そうだよって言った時は緩むんです。って。これ、精神論みたいなこと言ってるけど、精神論だけじゃないからね。これ科学的だからね。スポーツテストみたいに無理に頑張らないで、ぐーってやらない。むしろ倍の時間かけてやります。吐き切った人ゆっくり起こしてきて、一呼吸ほっこりしてから、犬が落ち着いた、逆行こうか。騒がしくてすみません。吸う時に指か手のひらでマットをして、背筋ちょっと伸ばしといて、足首もいけたら曲げといて、吐くときにちょっと前のめり、まあ、むしろちょっとこんなゆっくりでもいいのかなっていうぐらいでゆっくりにしといて、あとは深呼吸を送ります。こんな呼吸ですか、緩める呼吸はこんな呼吸ですか、体に聞きながら。ぼーっとします。集中します。何にも矛盾してないです。よく集中してます。
寝ちゃいそうです。何も矛盾してないんです。実はその時に自律神経が整うって言われてます。不思議ですね、人間はね。吐き切った人をゆっくり体を起こしてきて、よいしょ、もう一回あぐらで一呼吸か二呼吸。指手前で今度手首前にして、前腕の前あたりね、まあ、手首の上あたりと深呼吸。別に難しくないですね。ここでもいいんですよ。床がしんどかったらここでもいいんです。ここを感じて呼吸するの。でもこのポーズの方が競わなくていいですよね。難しいポーズになるとついつい痩せ我慢しちゃうでしょ。呼吸の方がメインです。何してるのって言ったら深呼吸をしてます。自分が呼吸してることを聞きます。わざわざ時間とって、なんでわざわざ、あんま意味はないです。自分が呼吸してるその深呼吸の音を聞く時間です。吐き切ったらゆっくり戻してきて、ちょっとプラプラってして、いきなり動かしたら痛いでしょ。今度手の甲を床か足ね、マットね、狭いとこに吐き切ったらゆっくり戻してきて、また一呼吸。最後ちょっとねじり加えようか。もう今日簡単なことしかしないです。両足伸ばして右足曲げて、僕また鏡みたいにやります。曲げた足を伸ばした足クロスさせて、クロスさせた足の裏、できたらマットにか床についてる方がいいけど、まあ、しんどかったらちょっと加減してあげて、手と足、逆の手と足で抱え込んで、これ抱え込んで、ここがコンパクトな方がいいです。できたら伸ばした足を右のお尻の横に移動させたいけど、お尻敷いちゃダメです。両方のお尻は必ずマットつけてるようにして、そうしないと腰痛めちゃう。いけた？浮いちゃう人は伸ばしといた方が気持ちいいです。右手お尻の後ろ、横から見たらこんな感じで、吸う息で後ろの手でマットを押して、背筋ちょっと伸ばしといて、膝抱え直しといて、吐く息で水落ちて裏からピッてツイスト加えます。お尻、立てた膝のお尻と背骨ツイストで、肩もくるっと回して、頭もくるっと回して、そしたら首の横の筋肉がちょっとストレッチかかるでしょ。目の玉もギョロッと動かして深呼吸。呼吸を背骨の真ん中通して骨盤の奥に届けるようなイメージにしてください。吐く息ごとにほんの少しずつねじりが深まって、ほんの少しずつだけ後ろの角度が見えます。それがほんの少しずつがいいですね。パワーでねじ込まないです。呼吸で緩めます。その音を聞きます。もう一呼吸吸った人、吐くときに戻ってきてください。今度逆ね、今度は逆の足曲げて、逆の足をクロスさせて、でお尻の横に置ける人は置いて、ね、で両方のお尻マットついておいて、手と足、逆の手と足で抱えて、左手お尻の後ろ、吸うときに背筋伸ばして膝抱えてコンパクト、吐くときに水落ちの上からツイスト、お尻ストレッチ、これ骨盤周りね、お尻の筋肉は。背骨ツイストして深呼吸すると内臓にすごくいいです。内臓にいいということは機嫌が良くなります。特に胃腸ね、気分が良くなります。気分が良くなってたとしたら、それ気のせいじゃないです。
何らかのホルモンを体が出してるのかもしれないです。じゃあそれ体の声ですね。今機嫌よくなってきたとしたら、それが体の声だとしたら、体なんて言ってるんでしょうか。たまにはこういう時間わざわざ取ってねって言ってるように思えたとしたら、体の声です。体の声は自分の声です。吸い切った人吐くときにうーって戻ってください。マットに仰向けになります。マットに仰向けになって、これすごく大事なポーズ。手足少し開いてブラブラと動かして、腰痛い人は膝立てといてください。動き止めたら目を閉じます。寒い人はブランケットかけてもいいですね。あとは別にそれ以上やることはないです。体がそこにあって息してたらいいです。してない人はいないでしょうね。じゃあそんだけのポーズです。シャバーサナ、これすごく大事。なんで大事かって、別に意味はないです。そういうポーズ。両膝立てて転がって起き上がりましょう。じゃあ安楽座に戻ります。さっきのね。では今日のレッスンをこれで終わりたいと思います。僕はこんな感じで、いい加減な感じでヨガをしてます。なんか AI じゃないようなヨガをしてます。ヒューマンビング、人間の僕がやってるので、いい加減なヨガをやってます。で、僕はこんな感じでヨガをやってて、なんでやってるかというと、いつかみんなで皆さんとね、オンラインでも、リアルでも、お会いできたらいいなと思ってます。特にここヒューマンビーングっていう、リトリートセンターを作ってるので、YouTube からね、実際会いに来た人もたくさんいるので、いつか皆さんとお会いできたらなと思って、こうやって YouTube を撮ってます。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。あ、チャンネル登録してくれたらヨガライフがスタートします。あげようないって。すごい綺麗。
あ、見える窓。だからここには何も建てられないみたいな。